この絵本は君の考えでお話の内容が変わるよ。途中で分かれ道が出てきたらタッチして選んでね。楽しい遊園地。りつくんの家の近くに遊園地がオープンしました。行ってみたい。パパとママにお願いをすると休みの日に連れて行ってもらえることになりました。次のお休みの日、早速りつくんは家族と一緒に遊園地に出かけました。遊園地の門をくぐると楽しい音楽が鳴り響き、まるで別の世界にタイムスリップしたような気分になりました。何に乗ろうかな。どれも面白そうだな。りつくんはあたりをキョロキョロ。大好きなメリーゴーランドもいいけど、まだ乗ったことのないジェットコースターにも乗ってみたい。苦手なお化け屋敷に行ってみようかな。ミラーハウスってなんだろう。さあ、どこに行く？